最初にお見せした物語を覚えていらっしゃいますか？次はいよいよその物語です。これはとても難しい物語、しかしとても興味深い物語でもあります。ある男の突然の行動、その背後に隠された大きな物語、あなたには見つけ出すことができるでしょうか？ついにウミガメのスープが来ますね。ウミガメのスープ第10幕です。頭にやスローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、どうも、エタルゲームインザボックス。毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。スローンとマクヘールの謎のストーリーというところで、やっていきたいと思います。続きからです。さあ、ということで、第6幕から再開というところですかね。今回こそウミガメのスープ問題が出てくると思いますので、ちょっと先週気になってた方は引き続きご覧いただければなと思います。じゃあ行ってきましょう。あなたは高いところが平気ですか？ビルの高層階だと窓に近づくのも嫌だという方もおられます。これはそんな方にとっては悪夢のような物語。第6幕、その一歩先に。ある男がビルの26階で窓ガラスの向こうに視線をさまよわせていた。そして突然窓を開け放ち、一歩足を踏み出し窓枠を飛び越え、まっすぐ落下してしまった。が、男は全くの無傷だった。一体なぜ？さあ、というところで、26階から窓ガラスから外に出て無傷だったと言うておりますけれども、なぜなんでしょうか。まあ、気になるのはまず26階、押せないんだ。まあ、ビルの外は足場があったんですかと。あ、素晴らしい質問でした。早速あったんだね。空向き図だよね。ビルの外側にはベランダがありました。もう8割方もう物語は分かってきたけど、ベランダと窓は接していたかというとこですね。あ、もう素晴らしい質問しか出てこない。窓の向こうはビルの室内が見えました。室内に男は、着地した。いい質問ですね。はいはい、男が着地したのは室内でした。もう若いですねというところで、だから男がいたのはビルの26階だけど、その26階はベランダだったと。でそこから窓枠を見てですね、そこを開け放ちですよ、一歩出て室内に入っていったということですね。さあ、これを質問に答えて言っていきましょう。まずは窓枠を飛び越える前に男は窓越しに眺めていたのは室内ですね。男は無傷で生還できた最大の要因は、落下距離。窓枠を飛び越える前に男がいた場所、ベランダ、男が着地した場所、室内。さあ、どうだ。正しいようです。正しいようです。一瞬で解いちゃいました。男は命綱をつけていたわけではない。ベランダに着地したわけでもない。ましてや男が特殊能力を持っていたなんてこともない。男は窓枠を飛び越え落下した先はビルの室内だった。
男はそもそもベランダにいて窓枠を飛び越えて室内にジャンプしただけだったのだった。なんてこったい。さて、物語は一応の決着を見たわけですが、この男はなぜビルの26階の窓の外に立っていたのでしょう。窓は閉めっぱなしであったようですし、この物語では明かされなかった。その理由も考えてみてください。面白い物語ができたんなら私にもこっそり教えてくださいね。教えてあげない。さあ、じゃあ続きましょう。ミステリー小説には名探偵がつきもの。見事な推理で難事件を解決します。複数の容疑者から立ちどころに真犯人を指摘できた理由とは、あなたには犯人ではなくその理由を推理していただきます。第7幕、明白な殺人者。ジョン、やめて、撃たないで。感情がない。ホテルの一室から女の叫び声が聞こえ、続いて銃声が響いた。警備員が部屋に駆け込むと、中には胸を撃たれて倒れている女、郵便物の集配係、弁護士、会計士がいた。警備員は迷わず真犯人である集配係を取り押さえた。お、なぜわかったのだろう。なぜわかったんでしょう。ジョン、やめて、撃たないでという女性の叫び声が聞こえて銃声が響いた。警備員が部屋に駆け込むと、中には胸を撃たれて倒れている女、郵便物の集配係、弁護士、会計士がいた。ほう。で、警備員は迷わず、真犯人である集配係を取り押さえた。なぜ分かったのかというとこですね。この女は、胸を撃たれて倒れている女なんでしょうか。女は、死ぬのは、自殺？自殺ではないと。そこは他殺だったと。ジョン。ジョンは、女を殺したのかと。あ、ジョンが殺したんだね。そこらは間違いないと。で、ジョンが仲裁係だったというところですね。警備員は、仲裁係、そういうことじゃないと。警備員は叫び声を、警備員が聞いた叫び声は女のものだった。あ、女のものだった。その女性が殺されていました。警備員は聞いていたんだね、ちゃんと。警備員は、そういう知り合いとかそういう問題じゃないと思うな。聞いた叫び声に間違いはなかった？はい。ないんだね。今回は全然ピンときてないの、一個も。今回だ、全く分かってない。聞くのは叫び声が重要だった。あ、素晴らしい質問聞いた、やっと。はい。あ、聞いた叫び声が重要、それが決め手となって犯人を特定しました。決め手、その決め手は何なんでしょうか。決め手は4人の何でしょう、職業ではないな。ではない、ではない、ではない。何が決め手なのかというところです。4人の服装じゃないんだ。ああ、そうなんだ。何でしょう、4人の
持ち物でもない。あら、凶器となった銃は床に落ちていました。だから持ってはいなかったと。銃を持ってたからみたいなことでもない。挙動、あ、いい質問です。いいえではないと。4人の挙動からは犯人を断定することは不可能でした。なんでしょうね。周配係は重要そうだね。周配係は周配係は職業にふさわしい格好をしていた。はい、あ、周配係の格好はしていた。周配係という職業には秘密はない。なんだろうね。周配係は指名手配、いや、じゃあな、女を憎んでいた。はい、女を憎んでいた。殺したいほど憎んでました。だから殺したと。弁護士。弁護士は女のことを知っていた。はい、知っていた。知っていたから同じ部屋にいたんだろうね。会計士と女は仕事上の付き合いだった。はい、あ、仕事上の付き合い。その日も仕事の話を女としていました。弁護士、会計士で周配係は何なんやろな。これも仕事の付き合いか。はい、いやな、その日も仕事の話を女としていたってなったら周配係が浮いてるよね。こいつは恋愛関係にでもあったんですかと。はい、恋愛関係にあった。女を殺した周配係は後悔からか泣き叫んでいましたってなると、なんかこう、なんか離婚かなんかしようとしてたんかなんかの、その弁護士と会計士っていうことか。警備員は犯人と知り合いだったのでしょうか。警備員は周配係と知り合いだった。いいえ、知り合いじゃない、初対面。周配係は銃を持っていた。持ってない。銃は女の傍らに落ちていました。女は死ぬ前に叫ぶ声を上げた。あ、いい質問。はい、はい、それが決め手となって犯人を特定しました。女の職業、真犯人、真犯人は周配係だった。はい、ですよね。警備員の読みは間違っていませんでした。全然わからん返り血を浴びていた。いや、そういうことじゃないと思う。銃を持っていた。持っていません。銃は女の傍らに落ちていった。女の職業を聞いてみましょうってアンナが言うてんねんけど、どうやって聞くんやこれ。
女の倒れ方に関係している？いいえ。関係していない。ジョンの名前は重要。あ、素晴らしい質問が出た、急に。はい。名前が重要。ケビンが目をつけたのはジョンの性別でした。性別？ジョンの性別は、性別で真犯人を特定することはできた？はい。ほう。性別。性別は一目瞭然だった。はい。はい。ん？シークレットワードが分かっても。決め手となったのは4人の性別だった？はい。はい。その通り、1人だけ異なる性別の人物がいました。なんや。そうそう、回答するで、スローンとマクエルの謎のストーリーに調整しませんか？何か重要なことに気づくかもしれません。暗礁に乗り上げすぎてて、もうアンナが気を使い出して。うん、とりあえずやってみよう。犯人を特定するために最も役に立った手がかりは、何やったっけ、職業、いや叫び声。手がかりから死刑瓶が最も重要だと感じた情報。名前。その情報から警備員は何を知ることができた？性別。真犯人の特定に至った最大の特徴は、女性？ここでいいかな？もう少しですね。もう少しですね。突っぱねられたよ。初の失敗。はい、挑戦しましょう。犯人を特定するのに手がかり。4人の職業？ケビンが最も重要だと感じた情報。名前。性別？女性。こうか？まだまだです。まだまだですって言われ出した。まだまだですって言われ出したよ。これ、叫び声は合ってると思うね。名前。性別、男性か？ああ、やっと当たった。やっと当たったけど、俺もまだピンときてない。ちょっと物語を、解説を見てみましょう。はい。郵便物の集配係、弁護士、会計士。違和感ありげな職業だが、事件とは全く関係がない。警備員は女性の悲鳴を覚えていた。ジョン、やめて。部屋にいる弁護士と会計士は女性。ジョンと呼ばれそうなのは集配係の男ただ一人だったのだ。そんなことかい。なんかすごくなんかシンプルすぎて、もっとなんか難解なものなんだと思っていた。容疑者の性別という重要な情報が欠けていることに気づきましたか？犯人は明らかに男で、その場にいた男がただ一人だったのなら、警備員にとっては考えるまでもなく犯人が分かったことでしょう。簡単で明白な事件でも、ある一点を隠されてしまうと、途端に見通しが悪くなってしまうものなのです。だそうでした。さあ次行きましょう。教師にとって、自分の教え子が優秀だということは何よりも誇りです。でも、すべての子供たちがどんな質問にも答えられる。そんな授業があったとしたら、
それには何か仕掛けがありそうな気がしませんか？ほう。第8幕、分かりやすい授業。校長先生が他校の授業を見学した際に、あるクラスで奇妙なことに気がついた。そのクラスでは、どんな問題を出しても全生徒が手を挙げ、教師が誰を指しても必ず正しい答えが返ってくる。しかも教師は毎回違う生徒を指していた。なぜこのクラスはこれほど成績が良かったのだろう。お、なぜでしょう。校長先生が他校の、教師は正解する生徒を知っていた？あ、いい質問です、はい、知ってましたね。それを知るにはある目印がありました。それが何なのかというとですね、教師は生徒を選んで指名していた。いい質問です。してますね。教師には答えが分かっている生徒は一目で分かるようです。ってことは生徒側に何かがある。生徒は挙手、あ、挙手の仕方に関係がある。お、素晴らしい質問です、はい、ありましたね。どうやら左手を挙げている生徒の方が多いようです。左手、左手の生徒は自信がある？ないと。自信がないんです。むしろ自信なさげな生徒ばかりでした。一応それをやっといた方がいいかな。左手を挙げてる生徒は教師に指名されやすい？素晴らしい質問です。いいえ。だね。いいえ。うん。教師に指名されるのは右手を挙げてる生徒ばかりでした。シークレットワード、右手が開いた。右手を生徒は自信があった。はい。はい、あるということですね。もう一個のシークレットワードはどう出てくるんだ。問題？クラス。クラスの、クラスの成績は高かったですかと。いいえ。そもそものポテンシャルではないと。くさすな。くさすでない。クラスの、関係なさそう。人数も関係ないでしょうね。校長、校長も関係なさそうやな。特別なヒントが来たから見てみよう。教師は校長にいいところを見せたかったみたいですよ。教師は校長にいいところを見せたかった。素晴らしい質問です。はい、うん。そのために教師は生徒と簡単なルールを決めました。ルールが解放。ルール。そのルールは何でしょうかと。まあ、右手と左手はまあそうなんでしょう。ルールは、ルールがあったから全員が挙手をしていた？あ、いい質問です。はい。そういうことですね。
答えが分からなくても挙手をする、それが一つの、ルールの一つ目でしたということですね。で、左手を開けたら分からなくて右手を開けたら分かるんだよっていうシール、印だということです。なのでまずは優秀に見えたのは何のおかげ、ルール、ルールは全部で3つかな。教師が指名するとき注目していたのは、で、右手を上げてる生徒は自信が、正解です。いけました。回答解説です。そのクラスの教師は事前に生徒たちとある取り決めを交わしていた。答えが分からなくても必ず手を挙げる。答えに自信がないときは左手を挙げる。答えに自信があるときは右手を挙げる。こうして教師は毎回違う生徒を指していたが、必ず右手を挙げている生徒を選んでいたというわけであると。確かにこの仕掛けならどの子も堂々と手を挙げることができます。なかなか手を挙げられなくて肩身の狭い思いする子はいませんね。でも決して本当の授業を見せているとは言えません。あなたはこの教師のアイデアをどう評価されますかね。よその学校の校長にいいとこ見せてどうすんのっていうところはあるよね。人類は空を舞うことに憧れを抱き、ついに飛行機を作り上げました。空の旅は爽快で快適です。さあ飛行機に関する物語をどうぞ。飛行機ね、空のトラブルなんでしょうか、何なんでしょう。第9幕、決死のダイブ。ある男が飛行機から飛び降りた。飛行機は雲を見下ろすほどの高さで、男はパラシュートもつけていない。にもかかわらず固い地面に着地したとき、男は全くの無傷だった。一体なぜ。あ、なんででしょう。パラシュートはつけていないにもかかわらず無事だったという、またなんかそのビルの問題に近い感じはするね。まず男、男が落下した場所は関係している。お、素晴らしい質問です。はい、お、そこは飛行場でした。飛行機は雲を見下ろすほどの高さで、男はパラシュートもつけている。ん、なんでしょう。飛行場は飛行場の上空から男は飛び降りた？いいえ。違う。飛行場は飛行場に男は着地した。良い質問です。はい、した。その時男は無傷でした。飛行場の上空に飛行機はいた？いいえ。いない。上空にはいませんでした。飛行機のいた場所が重要そうやな。男は飛行機で眠っていたか？関係ない。あ、関係ないんだ。飛行機は飛ぶ、ん？これさっき聞いたよね。あ、でもいい質問なんだ。
飛行場の上空ではない。そもそも飛行機は飛んでいませんでした。飛行機は飛んでいたかどうかを。飛行機から落下した人は他にもいた？いいえ。いない。ちょっとあんま見えてこないな。地面。地面はコンクリートでできていた。はい、できていたね。コンクリートの地面には白いラインが引かれていました。高さ、高さは雲を見下ろせるほどだった。はい、あ、見下ろせるほどや。飛行機の窓からは雲を見下ろすことができました。関係あるんかな。パラシュートは男は嫌いだった。関係ありません。関係ないね、そらね。分かってはいるけど。男は落下中も冷静だった？はい、冷静だった。落下するのが趣味だった？いいえ、趣味ではない。スカイダイビングをしていたわけではない。なんやろね、飛行場。飛行場にいることを男は知っていた。はい、知っていた。高さが変化することはあった？あ、でやっと出た。いいえ、変化しない。飛行機は常に海抜2000メートル保っていました。2000メートル。2000メートルから男は飛び降りた。山があったということじゃない？もしかして。男は迷いなく飛行機から飛び降りました。2000メートルに飛行場はあった。はい。男が着手した飛行場は海抜2000メートルにありました。あ、そういうことやね。なるほど。やっと物語が見えたよ。海抜2000メートル。男が飛び降りた時の飛行機の速度ゼロか。男が飛び降りた時飛行機はどこにいた？飛行場。男が飛び降りた時の飛行機の状態。着陸。正しいようです。いやらしい問題やな、ほんと。さっきのビルの話と一緒やで、ほんと。男が飛び降りたのは止まってる飛行機で、着地したのは飛行場の滑走路の上だった。その飛行場があるのは海抜2000メートルの山の上。飛行機は飛び立たなくても雲を見下ろすことができる飛行場だったのであると。海抜2000メートルの飛行場なんてあるのでしょうか。私が調べてみたところ、中華人民共和国の山岳地帯にはなんと
海抜4000メートル超の空港があるとか。世界は広いものですね。そうですね。つって興味がない。あ、そうですね。感情がない。続いていきましょう。最初にお見せした物語を覚えていらっしゃいますか？次はいよいよその物語です。これはとても難しい物語。しかし、とても興味深い物語でもあります。ある男の突然の行動、その背後に隠された大きな物語、あなたには見つけ出すことができるでしょうか？ついにウミガメのスープが来ますね。ウミガメのスープ大注目です。男はレストランに入るとメニューからウミガメのスープを注文した。スープを一口すすると男は席を立ち、レストランから飛び出した。そして男は崖から飛び降り自殺してしまった。なぜだろう。さあ、というところで、この短い物語の中に潜んだ、物語を読み解かないといけないというところでございます。まずウミガメのスープ、ウミガメから見ていきましょう。ウミガメのスープを味、ウミガメのスープの味に記憶はあった？記憶にあった？いいえ、ない。そのことが原因で男は自殺してしまいました。ウミガメのスープの味が原因で彼は自殺を選んだというところですね。スープに聞いてみましょう。スープ、スープにはウミガメの肉が入っていた？いい質問です。はい、肉が入っていた。男はこの時初めてウミガメの肉を食べました。これも重要ですね。男は初めてここでウミガメのスープを食べたんだけど、その味を知って自殺を選んだというところですね。男はウミガメのスープ、男にとってウミガメのスープは思い出深いものだった？素晴らしい質問です。はい、はい、しかしその思い出はとても辛い経験でした。さあ、辛い経験、男の過去を掘り当てていきましょう。辛い経験、辛い経験は家族に関すること？はい、はい、男は幼い息子を失いました。まあ辛い経験、幼い息子を亡くして崖、いやちゃうな、これ多分関係は関係ないな。自殺したのはウミガメのスープのせい？聞いときましょう。いい質問ですね。はい、そうですね、やっぱウミガメスープを食べたからですね。あることに気づいた。自殺の原因は男の過去にある。はい、そうですね。その過去はウミガメのスープと関わりがありました。さあ、シークレットワードを引き出したいだけなんだけどもわからない。レストラン、
そのレストランで過去にウミガメのスープを飲んだことがあった？素晴らしい質問。いいえ。ないです。初めて飲みましたと。男は海の上でウミガメのスープを飲んだ記憶がありました。海が解放。海、海は男、海のことが男は怖かった。素晴らしい質問です。はい。海が怖かった男。男は漂流した経験があり、海を心底恐れていました。漂流、漂流、漂流中にウミガメのスープを飲んだ。いい質問です。飲みました。しかしそのスープにはウミガメではない肉が入っていました。というところで回答していきましょうか。男はウミガメのスープを飲んだ時の味の感想は記憶にない。男の辛い経験は漂流。男は最も苦手なものは海。男が過去死にかけた原因は、まあ餓死かな。男が亡くしたもの、家族。男の記憶の中にスープ、男の記憶の中のスープに入っていたものは、これね、人かな。これでどうだ。正しいようです。来ました。あんまこの回答では導けてなかったけどね、知ってたからこの物語っていうのもあるけど。はい、じゃあ行きましょう。男は何年か前に家族や数人の仲間と海で遭難し、餓死寸前になるまで漂流した経験があった。彼がレストランに足を運んだのは漂流中に食べたウミガメのスープの味を忘れなかったからだ。しかし口にしたスープの味は全く食べたことのないもの。彼は気づいてしまった。漂流中にウミガメのスープとして言われて食べた肉は衰弱死した自分の息子のものだということに、ということですね。まあ要するに、漂流し数人で漂流した時に食べたウミガメのスープ、まあそれを、生還した後ですね、レストランでウミガメのスープを食べたけどこれ全然違う味だったというところで気づいたと。このウミガメのスープとして飲まされたものは、自分の息子のお肉を使ったスープだったということに気づき、そして自殺を選んだというところですね。人は悲しみを忘れることが苦手な生き物なのかもしれません。もしもこの男が、海辺のレストランを訪れなかったら、レストランにウミガメのスープのメニューがなかったら、男は自分で悲劇の幕を引くことはなかったことでしょう。終わってしまった物語にもしもは無用なことなのかもしれ、無用なことなのですけれども、だそうです。はい、まあ、これちょっと知ってたからいけたけど、知らなかったら結構あれめちゃくちゃ質問しないとわからなかった問題だと思います。あれは結構難しい問題でしたね。あなたは音楽が好きですか？音楽といえばレコードだったのが今や CD の時代になりました。そしてサブスクの時代になりました。いやまあ CD もあるけど今、取り扱いが楽な CD はとても便利なものです。これはそんな CD にまつわる物語です。第11幕 CD ショップ。女が一人カウンターに歩み寄ると店員に CD を差し出した。店員が4ドルですと告げると、女は自分の財布から4ドル払い
CD を持たずに帰っていった。店員はそれを見ていたが、呼び止めようともしなかった。どうして？おう。CD ショップ。延滞料金とかそんなんじゃないの？4ドル。4ドルは全員払うもの？お、素晴らしい質問。早速出た。いいえ。いいえ。ある約束を破ってしまった人だけが払います。約束。約束は、その約束は全員にありますか？はい。ありますね。その店を利用した客は必ず約束をすることになります。ちょっとやっぱ1回目で当ててしまったな。質問する前に当ててしまったかもしれない。約束のことを女は知っていた。いい質問です。知ってましたね。しかしうっかり忘れていたようです。約束は、まあ一応店員は知っていた。はい、知ってましたね。店員ならそれは常識です。約束を女は破ってしまった。はい、破ってしまった。その約束を破ると延滞料金を支払わなくてはなりません。シークレットワードは延滞料金じゃないんだ。CD は CD を置いていったのは一人だけだった？いいえ、うん、たくさんいて金を払う人とそうでない人がいました。CD は女の私物だった？いいえですね。なるな、もう一個のシークレットワードは。店員は CD を販売していた。いいえ。していませんね。そのショップでは販売はしていませんでした。ショップは CD をレンタルしている。いい質問です。はい。そうですね。女が訪れたのは CD のレンタル専門ショップでした。ですね。はい。これで分かりました。女が破った約束は何？返却期限。女が払ったお金は何？延滞料。女は CD をどうした？返した。女が訪れたのは何の店だった？ CD レンタル。正しいようです。やっぱスッと分かる問題とスッと分からん問題のその差が激しいですね。CD を置いていた女を見て店員が驚くこともなかったし、女も CD を置いていくつもりでお金を払っていった。ここは CD レンタルショップ。女は返却期限を過ぎた CD を返しに来て延滞料の4ドルを支払ったのだった。 CD レンタルショップの店先を30年前の人が見たならば、なんとも不思議な店だと思うことでしょう。最近では CD すら使わずにデータだけで音楽が手に入るようですね。全く驚くべき時代の変化です。そうですね、もっと時代は変化していきます。さあ今回ラストいきましょうか。12幕。よく知らない人と会話をする必要があるときに便利なのが天気の話題です。今日は晴れてよかったですねと言われて怒る人は少ないですからね。でもこの物語の主人公は天気の話題に立腹しているようです。
なぜ怒っているのか。第12幕、嘘つき天気予報。雨は2日ほど降り続きますが、72時間後には爽やかな青空が広がっているでしょう。この天気予報を聞いたジョンは絶対に当たらないと決めつけた。確かにジョンの読みは正しかったが、なぜわかったのだろうか。嘘つき天気予報。雨は2日ほど降り続きますが、72時間後には爽やかな青空が広がってるでしょう。絶対に当たらないと決めつけた。ジョンの読みは正しい。なぜわかったんだろう。まあ、録画していた天気予報だったとからとかそういうこと。雨は2日間降った？はい。降ったは降ったね。そこまでの予報は正確でした。72時間後の天気は雨だった？いいえ。雨ではない。曇り？曇りでもない。72時間後は晴れていたのか？いい質問です。はい。晴れ。しかし青空は広がっていませんでした。72時間後という言い方に秘密がある？ほう。はい。3日目と言っていればよかったのですが。ほう、シークレットワード、3日目。そうだね、72時間ってことは 24×3 ということ。3日目。3日目の天気は雨だった。違う。3日目の天気は晴れだった？はい。晴れ。日が落ちるまでは爽やかな青空が広がっていました。3日目の天気、日が落ちるまでは晴れていた。ん？3日目の天気予報は晴れだった？いいえ。いいえ。天気予報が伝えていたのは青空ということだけでした。放送された季節は関係ある？いいえ。関係ない。天気予報は放送されたのは一度だけ？いいえ。あら、定期的に放送されていました。定期的に天気予報は放送されていた。天気予報が間違っているのは誰にでも分かることだった？はい。分かること。冷静に考えれば当たり前のことでした。天気予報が間違ったことで何か困ったことはあった？お、いい質問です。はい。あ、あったんだ。
72時間後は洗濯物を干すのに適していませんでした。それでジョンは怒ってんのか。ジョンはジョンは天気予報を聞いた時間に関係がある？お、素晴らしい質問です。はい、関係がある。天気予報が放送されていたのは深夜のことでした。ってことは72時間後っつったら3日目のそのは深夜だということか。深夜。青空が見えることがありますかというとこですよね。そうないでしょうと。ジョンがいた地方ではそのような現象は起こりません。深夜は星空が広がっている？はい、はい、雲のない日であればとても綺麗に星が見えますですよね。ということで当たらないと決めつけていたのか。72時間後の天気は晴れ。天気予報は何と言った？青空。ジョンが天気予報を聞いた時間帯は深夜。72時間後に広がっていたのは星空。正しいようです。さあ、重箱の隅をつつくようなことを言ったらいけないよ、ジョンは。本当にね、そういう人生は楽しくないよ、本当。ジョンは仕事を終え、晩ご飯を食べ、風呂に入った後テレビをつけてニュースを見始めた。太陽はとっくの昔に沈み、現在の時刻は深夜0時。72時間後も夜なのだから爽やかな青空が見えるはずはないのだ、というところでジョンは怒ってるそうです。ちっちゃいやつちっちゃいやつ決まり文句というものがあります。それを言っておけばまず間違いがなさそうな言い回しのことですが、この物語の場合はそれが恨みに出たようですね。はい、ということでございました。はい、というところで、今回はここまでしましょう。また次週この続きからやっていきたいと思いますので、また来週お会いいたしましょう。ネットのゲームイズボックス、ご視聴ありがとうございました。